皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間のバイク店動画でございます、はい。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはですねモンスター900でございます。で、4、5年前なんでしょうかね、あのうちで中古で買ってきてですね、で販売させていただいたんですよ。でその後ちょっとね買い取りをさせていただいて、それで新しいオーナーに、ねなったんですけど、で当初はですねこのカラーリングはそのままだったんですよね、うん。それであとこうボルト類がねチタンボルトだったり、あのテーパーのタイプね、あと、ステンも使ってるんですけど、そんな感じの車両 でマフラーもノーマルのサイレンサーがついて、おそらくね車外が乗ってる人は車外つけてたのかもしれないんですけど、まあノーマルだったんですよ。でまあ外観要はここあのタンクですよね、このクラシックタイプから、色もこうちょっとこう若干赤みがかったねイエローで、昔のこうドカティのイメージで、モンスターだと大体レモンイエローって言うんですか、あのちょっと明るいねあの色じゃないですか。それがねこの色で、それでロゴがね古いドカティっていうこのロゴだったんで、あこれはいいなと思ってですね、はい、その当時見た時ねビビッときたんですよであとこの頃はまだアナログの、メーター、まあアナログのメーターっていうと変ですけど、これの後もマイナーチェンジになるんです。まあモデルチェンジしてフレームがあの ST フレームっていうちょっと太いフレームになってですね、そのタイプでまあスピードメーターとタコメーターアナログなんですけど、オートとトリップあとがアナログ、いわゆる機械式のぐるぐる回るタイプからデジタルメーターに変わったんですよね。であとイモビライザーがついてと。で、右側タコメーターの方が確か、時計もしくは油温計切り替え式になってるんですよね、確かね、はい。なってるんですけど、この時のはまだ機械式のオードとトリップがついてて、タコメーターの方には確か何もついてないんですよね、タコメーターだけのメーター。だから油温計とかなかったんですよ。なので、オプションでアナログの油温計があったんですよ。トップブリッジの方がつくやつがね。それもついてたんですよ。で、あ、これだと思ってね、買ってきたことが、あれは結構前、だから前ですよね。まだそんなに外車、輸入車はそんなにまだやってなかったんですけど、だいたいこれとかちょっと前メッキのやつとかね、メッキのドカディとか買ってきたことあるんですけど、それぐらいからなんですかね輸入車ちょっとねやらせていただくようになったのは、はい。で前のオーナーの時に、まあ、納車前にちょっとブレーキキャリパーとか全部ね新品、キャリパーとあとマスターですか新品にして、あと、まあ、その他もろもろタイミングベルトとかもねその時にやってるんですよ。で、あとカスタムもねちょこちょこカスタムしてって、でマフラーサイレンサーもRs ギアの GP スリップオンっていうんですかね、シンプルなタイプデザインのね、見えますかこういうね、高いらしいですよこれね、高いらしいんですけど、まあ、そういうのをねどうですかと、おいいねじゃあつけるっつってとかね、あとステップとかアイラのねバックステップ、まあ、そんなにバックではないんですけど若干上がってはいますかね、まあ、モンスターっていう性格上そんなに後ろには下げてないみたいなね、はい。これもねなんでノーマルやっぱこれ一回見ちゃったらもうダメだねつって、ノーマルはちょっとやぼったいなみたいなねことになって、質感とかやっぱり当たり前なんですけど、うーんやっぱりねアイラのねこのステップいいですよね、はい。まあ、そのあたりとか、まあ、他にもねナグの排圧バルブつけたり、あとオーリンズのリアショックつけたり、なんかねホイールがなんかいつの間にか変わったりとかいろいろされてましたね、はい。で、まあ、結局、まあ、手放されてですね、で新しいオーナーになってこうカウル、アッパーカウルとかね、アッパーカウルって何ですかねこれね、何ていうんですかねライトカウルね、とかですね、あとこのあここねアンダーカウル、カーボンのアンダーカウルもついてるんですかね。で納車時にこのタイミングベルトカバー確かつけたような記憶があります。で、前の方は、この、あ嫌だっておっしゃってたんで、タイミングベルトカバーこういうカーボンね、穴開いて、メッシュですとかね、これは嫌だって言ってたんで、
で、まあ、用意はしてあったんですけど、ずっとね。で、それはつけさせていただいて。はい。で、あと、なんかこれね、いつの間にこれ、この間、うちに送られてきたので。はい。で、まあ、このバッテリーの交換管理でね、バッテリー上がっちゃって、ちょっと動かなくなっちゃったっていうことで、引き取りに行かせていただいて、で、ついでにこのカーボンの、シートカウルですね。取り付けをさせていただいたわけでございます。はい、そんな経緯がございまして、いろいろとですね、4,5 年多分経ってると思うんですよ。で、だいたい約12,000キロぐらい乗られてますね、その合計でね。ただで、その間のトラブル、気になるのはトラブルですよね、輸入車はね。トラブルはですね、メインリレー、カチッ、スイッチ入れると、こう、電気流すリレーですね。そこのリレーが壊れましたね。はい。それは、A 門のリレーがちょっとパコッとはまるんで、A 門のリレーが今、はまってます。はい。そして、あと、そう、今のオーナーになってね、シフトチェンジの、この、中に入ってるレバーのリターンスプリングが折れちゃったのね。それでシフトチェンジできなくなっちゃう。動かなくなっちゃうね。で、それと、あと、バッテリーがダメになったっていうね。その3つぐらいなんですよね。本当にそういう、こう。で、結局、どれも、ある意味、そんな重要な部分じゃないじゃないですか。っていうと、あれですかね、そう、重要だよって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、結局、修理代ってそんなにかかってないんですよね。そういう、そういう。だって、エモノ G なんでね、1000円ぐらいで売ってますからね。それ入れ替えるだけでしょ。あと、リターン、スプリング系はなんか何百円でしたから、工賃って言っても、エンジンオイルをそのまま抜いてるんで、交換も兼ねてるんでね、その分あります。でも、そんなには、1万円もかかってないですよね。引き取りに行っちゃったんでね、さすがにちょっとその分いただいてますけど、そんなにはかかってなかったと思うんですよね。バッテリーも、高いと言っても、ね、そんなでもない。そんなでもないって言うだけなんですけどね。はい、なので、結局のところ、要はエンジンとかね、そういう重要な部分はそん壊れるってあんま聞かないんですよね。で、ほら、みんな壊れるっていう。ね。そう。壊れますよ。壊れます。はい。だから、ね、覚悟して乗ってください。なんてね。あれですけど。はい。で、ちょっとね、整備じゃないですね。そのバッテリー変えて、で、あと、ちょっと試乗、一応、大丈夫かどうか。で、電圧まあ、とりあえず測って大丈夫なんで、アイドリングで、で、空ぶかしとかでね、問題ないんで、大丈夫だと思うんですけど、ちょっとね、一回りさせていただいて、昨日ですかね、昨日、一回りちょっとさせていただいたんですけど、なぜね、こう、あれしてるかというと、動画をね、その時撮ったんですけど、それはボツになってます。なんでボツになってるんですかね、ちょっとわかんないですけど、なんかちょっとアップしなかったんですよ。で、もう一回撮り直してるんでね、で、また喋って、同じようなこと喋ってます。はい。微妙に違ってますけど、何だろうと。これ乗るとですね、乗りづらいです。乗りづらい。発進とかね。ただ、クラッチ変わってるんで、これ、なんですか、APTC っていうところの、なんちゃらクラッチっていう、多分バックトルクリミッターとかついてるやつなんですよね。構造をばらして組んで、ああ、なるほど、こうなってんのか、反対側力加わるとこ逃がすようになってるんですけど、スプリングがだから、普通のクラッチスプリングの他にもスプリングが入ってるんですよね。で、そういうやつなんですけど、それプラス、レリーズシリンダー、レリーズ変わってます。そういった部分もあるんで、クラッチ非常に軽いんですよ。指一本で、本当に冗談の時で指、人差し指だけで切れるぐらい軽いんですよ。ご存知の方は、お分かりのことと思いますが、こんなに重いクラッチないだろうっていうぐらい、重い。本当4本でやんないとっていうぐらい、でも多分すぐ嫌になるんじゃないかっていうぐらい重いですよね、ノーマルはね。はい、なんでそういう部分も変わってるんで、ある程度乗りやすくなってるんですけど、それでもやっぱり発進は多少気使いますし、あと低回転、2000回転以下だとちょっとね、ギクシャクしたりとかね。おそらくなんですけど、これ私の勝手なね、あれかもしれない、比較してるわけじゃないんですけど、400って乗りやすいんですよ、すごく。昔のキャブ車とかありましたけど。こう低速でね、粘るんですよ、結構。で、発進もしやすいですし、おそらくフライホイールが重いのかな、でこっちは軽くしてあるのかな、その代わり、吹け上がりははるかにこっちの方が軽いんですよ。排気量大きいのにね。
400はちょっと若干重々しい感じで、でもまあそれがでも逆になんか乗って、あこれいいなって思える作りなので面白いんですけど、どっちかというとこっちはなんかマルチみたいな回り方するヒュンヒュン回るんで、ただそんなに粘りはないんですよね、低速とかでね粘りないんですよ。ただ開けた時のこの吹き上がり方とか加速感とか、俗に言うあの景色を手繰り寄せるような加速とか、いろんな表現がありますけど、そういうのはやっぱり、まあ、魅力のなんだろうな。いやあとね、車の後ろとか走ってると非常にストレスを感じる。自分のペースで走れないと、このバイクのペースで走れないと非常にこうストレス溜まるのバイクですよね。BM みたいにもう車の後ろずっと走っても淡々と走っても全然こうなんともない、別に普通に走れちゃう、ね、急かされることもなければ、どこまでもね自分 の乗り手が、まあ、また周りにも合わせられるし、乗り手が急かされることも、ないっていうような作りじゃない、あくまでもこのバイクの乗り方じゃないと非常にストレスがたまるっていう感じの乗り物ですよね。ただ非常にエキサイティング乗ってて、うわこれは面白いですよねやっぱりね。ただまあ自分私は楽しめないっていうとあれですけど、やっぱりあのサスペンションとかね、あのなんていうんですかね、こう前荷重かけないとこう曲がらないとか、なんかそういう、それでもまだ昔乗った頃に比べればなんかね楽しい、多少ああいいなって思える部分は多々あるんですけど、はい、いや本当にエキサイティングって感じですね。で値段も今安い、中古だったらもうやっぱりね、かなりお安いね。ただ程度難しいですよね、メンテナンスされてないとちょっと怖い部分もありますけど、でもまあ直せばね、そういうリレーザー関係は別に交換すれば済みますし、まあ、こう細かいところちょこちょこ直していけばね、あの完成度もね、あの増していきますから乗ってていいんじゃないかって。あとそのまあ値段がお安いってことと、あと あれですよ、カスタムパーツいっぱいある。だから中古でいっぱいあるんで、さすがに新品など高い、また昔高かったんですけど、今はもう中古でねいっぱいあるんで、でもちろん新品でもね買える部品いっぱいありますけど、でちょこちょこね直していく、うん、あ直してるじゃない、カスタムしていくっていうの楽しいですよね。いろんなパーツありますから、もちろんタンクだといろんなカラーリングあったりとかね、あとあのドカティパフォーマンスでのやつとかね、いろんなのあるじゃないですか。そういうのも選べますし、うん、もう足回りだってねいくらでも選べ、あとホイールだって選べますし、あとこういうカーボンパーツとかね、だから本当に楽しめるバイクだなと思いますよね。特にこの頃いっぱい売れた、やっぱりこのタイプのモンスターはいっぱい売れたモデルなので、排気量もねいろいろ選べますし、うん、どれ買っても、うん、楽しめるんじゃないかなっていう部分でいいですよね、はい。で、あとね、これ要は前先ほどお話しさせていただきましたけど、キャリパーとかね新品にしてるんですよ、ブレンボの、マスターとキャリパー、あと後ろもそうなんですけど、その納車の時にね、はい、その前に、まあ、やってから納車させていただいたんですけど、まあ、基本的にブレンボって、オーバーホールキットって売ってないんですよね普通には。なので、もしどうしてもオーバーホールしたい場合はブレンボに送ってやってもらって返してもらうっていうことみたいなのね、そういうことで、ただやっぱりそうすると送料もかかるし、その手間もかかるんでお金がかかる、なので基本的にはもう交換しちゃった方がっていう。で、まあ、ドカティでもパーツカタログ見るとその中のシールとかないんですよ、もうキャリパーはキャリパー、マスターはマスター、一式交換みたいな感じなんですよね確か、はい。で結局本来の性能に戻せないと、オーバーホールだけでは、だからもう新品に交換しちゃうっていうことみたいなんですよ。でそうすると普通一般的に考えると、そんなお金かかんじゃないかと思うじゃないですか。思いますよね、思うんですよ。やっぱ私もね、昔のね、買ったことありますけど、と思いましたけど、今だったらですね、まあ、今だけじゃない、もうちょっと前から思ったのは、交換しちゃった方が得じゃんっていう、やっぱりね
なぜかというと、例えば乗ってればブレーキパッドも減りますよね。でもキャリパー一式買うとブレーキパッドもついてくるじゃないですか、新品で。ついてきますよ。あれ結構高いじゃないですか、ブレーキパッドだってね。1000円2000円じゃ買えないですもんね。特にブレンボのブレーキパッドですから、いい値段すると思うんですよ。だけど、結局のところですね、それもついてきて、あの値段なんですよ。1万なんぼっていうのはそのキャリパーの値段なんですよ。で、これは今これについてるキャリパーはちょっと見えますかね。こういうやつなんですよ。大きいやつ。4パッドタイプってやつですね。パッドが4つついてる。入ってるやつ。うん、これ、それなんですよ。これだと1万、2万円しなかったですよね、型がね。で、もともとついてるのは普通 の, あの2パッドタイプで、なんですけど、純正のやつはね、うん。で、結局、外したやつが出てきますよね。で、ブレーキパッドもついてる。で、これどうしたらいいかな。あ、じゃあヤフオクにでも出そうかな。出しますよね。キャリパー2つ。あとマスター。まあ、レバーちょっと入れ替えになっちゃいますけど。そうすると、結構値段つくんですよ。いい値段でね、結構ね、皆さんこう買っていただける。そうするとね、それ差額が出るじゃないですか。だからちょっと結局ね、オーバーホールなんか出すよりよっぽど得なんですよね、買い替えちゃった方が。もちろん、いやでもな、自分じゃ売れないしなとかね、そういう場合もありますけどね。うん、もちろんそういうのもあるんですけど、でも急ね、そういうやり方ができる。そういう意味でもブレンボはお得。これが日清のキャリパーじゃね、外して売るっつってもね。そうやね。で、日清のキャリパー高いですしね。あの、ホンダ、ヤマハ、あの、まあ、ヤマハはちょっと今、住友の、あの、モノブロック多いですけど、あれも結構高く売れますけどね。でも、基本的に普通に純正についてるキャリパーはそんな高くはね、売れないですから、うん、そういうことが。あと、高い、ね、それと、まあ、いろいろ金かけても、やっぱりブレンボがついてるっていうのは、このドカティはいいところですよね。まあ、そんなところね。いろんなのありますけど、まあ、スーパーバイクがね、基本的にはあの、いやドカティはスーパーバイクでしょっていう方もね、いらっしゃるかと思うんですけど、でもまあこうアップライトなポジションね、ちょっと楽に乗るっていうことだと、やっぱりね、モンスターシリーズはいいのかなと、はい、特にこの頃のはね、うん、ちょうどもう価格もね、こなれてきてますんで、なかなかいいんじゃないかなと思ったりもするわけでございます。はい、で細かくいろんなし変わってるんで、はい、まあ、そのあたりもね、まあ、だから分かってるお店で購入すれば、いろいろとね、カスタムパーツ、カスタムするにしても、こう、あ、そのあれだとその仕様はちょっとモデルチェンジしてるからとかね、まあ、いろんなことが分かると思うんで、いいのかなと思ったりもするわけでございます。はい、そんな感じですね。ちょっとお客様の、お預かりしているモンスター。あ、それでですね、こちらもしね、そう、今の方がもうまた手放すという時には戻ってきたら言ってくださいっていう方がいらっしゃる。もう次の方がわかんないですけど、もちろんね、その何年先になるかわからない、気に入ってますからね。あ、ね、気に入ってますよね。ですよね。なんでそういうことで何年先になるかなんてね、でももうなんかもう欲しいって方がいらっしゃる。まあ、それはこのやっぱ仕様がね、ここもやっぱりいろいろ、あと色こう、まあ、あるいろんなところがあると思うんですけど、まあ、こういうタンクのカラーリングだったりとか、あと、まあ、まあ、でもいろいろカスタムもしてありますしね、やりたいなと思うような感じやってあるんでね、まあ、オーリンのサスペンついてるとか、うん、なんでそういうそのあたりも、うん、なかなかいいのかなって思いますけど、はい、こんな感じですね。モンスターを見ながらちょっとお話を。